スロットがフレンキー・デヨングの個人的なファンで今狙ってるみたいなポスト見ました。フレンキー・デヨング嫌いな人いない説ね、うん。フィジカル強くてね、足元上手くて勉強熱心。そしてイケメンっていうね。ルイス・ディアス話上がってるけどないだろうな、普通に考えたら。しかもシティとか出さないだろうけど、医薬金が超安く設定されてんならね、強奪とかあるかもだけどね。スロットのンド中にバックヒール禁止したんですが、どんな効果あると思いますかそれ効果含めて説明されてなかった。あの体の向き作るっていう。 あの、サッカーやったことある人はある程度、あの、体感してると思うんですけど、ヒールとか、アウトサイドって楽なんですよ。ただ、試合だと、パスの距離にさ、バックヒールとか、あの、アウトサイド、戻りリみたいにうまく蹴れたらいいけどさ、ただ当てるだけだと、距離がさ、すごい短くなって実践的なパスじゃなくなったりするんですよね。で、インサイドしかダメとか、その蹴り方を、その試合中に使う蹴り方をすると、ボール止めるところから、まあ、 相手に、近い相手にへそ向ける生体を入れていかないと、じゃあこう、僕がこっちからボール受けるときに、みんながこうプレスかけてきたら、ヒールでやった方が流しやすいんですよ。でもこれをちゃんと、左足で止めて右足で切るってやった方が、実践的な技術で、なおかつ選択肢が多いものを、あのー、持てるようになるんで。なんでそのあたりで、こう、しっかりポゼッションしたいから、自陣の深くでさ、ビルドアップするときに、バックヒール使ってる選手はんていないじゃん。そういうところですごくいいと思いましたけどね、あれ。 スロットリバプールのサッカーみたいなのに、ファンダイクが言及してましたね、えー。シーズンの長さに応じて何人かの選手を獲得すべきだと思うが、首脳陣は舞台裏で動いていると思う。えー、まあ、この辺はいいか。スロットと、えー、ファンダイクはお互いにコミュニケーションをとり、戦術的なミーティングを何度も行い、何を改善できるか考えている。ビルドアップにかなり重点を置いており、センターバックの責任はより重くなっている。まあね、センターバックとキーパーから作って、 足元で繋いで相手釣り出して裏みたいな感じでやってますよね。で、えー、相手の状況に応じて我々は特定のパターンを作り出そうとしており、まだ微調整が必要な段階だ。で、我々がショートパスを好み、えー、試み、えー、相手がマンツーマンでプレスしてきた時は前線ロングボールを送り。この間のね、サラーで当てて落として最後、ルイスディアス決めてでやかな。スプリントをしてセカンドボール拾うことを考えなければならない。そういう意味では適切なバランスを見つけ出す必要がある。だからもうリバプル ね、クロップの時代はかなり自由だったっていうのは、まあ、エンドも証言してるじゃないですか。で、そこから、このパターンと聞こう、このパターンと聞こうっていうのを、まあ、細かくあって、その中の一個が前線にロングボールを送って落として疑似カウンターですよねそう。で、それが、多分ファンダイクとか大丈夫なんですけど、みんなができるサッカーじゃないから複雑になるから、そこにどんぐらいついてこれるかみたいな。結構、スロット長期政権だったら入れ替わるでしょうね、いろんな選手が。 これ言っちゃっていいのって感じなんだけど、結局、ショートパス試みて相手が上がってきたらロングボールだから、奥があるよと。ロングボール裏使うよ。えー、それによって、えー、手前が開くよみたいな話だから、これは言うことによってむしろ、ディフェンスラインの選手は、飛ばされるの嫌だから、前に圧強くかけれないから、結果ファンダイクが楽になる。だから、ここだけ言ったファンダイク賢いなと思いましたね。これ言うことによって、いや、ガンガン来てもいいけど、その分俺ら飛ばすからなみたいな話だから。 これ昨日した時の破壊力は僕も自分のチームでやってた時あるんで、繋いで釣り出してみたいな。ただ繋いで釣り出すってさ、まあサッカーやったことある人だとよりそう分かるだろうけど、ショートパスからロングに切り替えるときってボールの置き所をちょっと離さなきゃいけないから、その時間でね、相手が寄せてきたりあるんですよ。だからキーパーがハイプレスで、あの、仕留められちゃったりとか、引っかかっちゃうのってそういうところで。ショート繋ごうと思ってて、あ、やばい、これロングだなってなったらもう置き換えてる間にマネみたいな、速い方とかブワー寄ってくるみたいな。あるじゃないですか。 なんでそういうのをね、あのー、やるっていうのはすごく技術的な。ショートとロングを今どっち使うべきかっていうのを、<coughs> ワンタッチ目の置き所で決めなきゃいけないから。なんでセンターバックとキーパーのね、そこの状況判断能力特に相手がハイプレス来てガンガン行きやすい状況での、うん、あの、ワンタッチ目っていうのはめっちゃ重要になるから。で、ファンダーイクもね、あのー、左足の前に置いてロングボール蹴るのそこまで得意じゃないだろうから。 やっぱり右でね、あの、体を内側に向けて蹴るタイプだから、そうなるとね、左にショートパス通そうとして、やっぱロングにしようってなった時、右に持ち替えたらその時間でやられたりするし、昔ね、バベルって選手がファンダイクの弱点俺知ってんだって言って、で、僕はファンダイクの弱点分析すると、判断いいからバレてないけど、相手が近く寄ってきた時のプレス耐性高いかっていうとそういう風には見えないから。だからこそファンダイクはここのね、スロットが、 要求する取り組みに対して、まあ、ここにフォーカスをしなくてもいい状況だったからね。黒プリりバフルの時は。ここにフォーカスしなきゃいけないから。で、ね、監督側の立場でも同じオランダ人だし、ファンダイクを中心に考えてるから、その中の一つの発言として、この一個の戦術、いや、ロング使うよっていうふうに言うのは、ハイプレス狙ってくる相手に対して有効な発言だなと思いましたね。で、その中で、やっぱ、 つないで、ロング、ショート、いいバランスで切り替えて、そこのパスの精度も高いってなると、現地点の遠藤だと厳しいって思われるのは分かるところだから。で、それがやっぱ、この間言った通り、スビメンディ上手いじゃん。なんで、スビメンディ取れるかどうか。で、取れなくなった時に、じゃだれでいくかっていうので、なんかスロットのインタビュー見たら、この選手がいいって思っても、組み合わせとかでよく見えないパターンあるから、っていう話してて、スロットの中では、取れなかったらこの選手、取ったらこの選手みたいなのがありそうなんだよね。 それが遠藤っていう風うには見えないから、それでね、この8月の今後、あと1日2日でスビメンディ来るってなさそうだから、ってなると15日16日とか早く決まったとしても、残り10日とかさ、そのぐらいになって移籍して新しいチームで馴染めるかとか、シーズンの頭からいけるかってなると、一緒にキャンプとかも過ごしてないから結構大変だと思ってて。 半年は残ってその状況を見ていいのかなって思ってるんですけどね。そのぐらい遠藤にとっては苦しい状況だけど、ただ遠藤自身もすごい貪欲にボールを受けて、自分からね、あのスルーパス出そうとしてみたいなシーンも見てるから、僕は引き続き、遠藤を信じて応援するというか、うん。このサッカーになっても決して最悪なわけではないっていう。最悪の状況ではない。ただ、状況は厳しいから、そこから乗り越えられる遠藤信珠っていう感じかな。 取れなかった時のアンカーで誰が最適と考えてるいや、マカリスターっぽいよね。うん。マカリスターとか。かとにかく、ロングもショートも高精度で切り分けられて、うん。ポジショニング間違えないになるとマカリスターなのかね。